6月、8日の小テスト解答しましょう。それで、まず1番目ですけど、これは A イコール2マイナス2。これを対角化するってことです。それで、まず固有多項式を計算しよう。ラムダ i2 マイナス a ですか。そうすると、ラムダ i2 マイナス a は、ラムダ00ラムダ引く2マイナス2マイナス25ですから、ラムダマイナス2と2と2とラムダマイナス5の行式ですね。で、そうすると、これはラムダマイナス2ラムダマイナス5でマイナス4ですか。ですから、ラムダ事乗マイナス7ラムダ。で、2かける5で10で、10引く4で6で、で、ラムダマイナス1ラムダマイナス6ですか。それで、ですから、A の固有値は、ラムダイコール1と6ですね。じゃあ、次に固有ベクトルを求めましょじゃあ、ラムダイコール1にしましょうか。それで、そうすると、xy イコール xy ですけど、これどっちがいいかな？ i2 マイナス a でやりますか。こうですね。で、ここにちょっとなんか変です。これちょっとこうしておいた方がいいかな。これがラムダ i2 マイナス a ですから、中身が。で、そうすると、ここに1を入れたものが、ラム i2 マイナス a で、マイナス1、2と、2とマイナス4ですか。それで、マイナス1、2と xy かけたら、出来上がるのは、マイナス x プラス 2y ですか。で、2マイナス4と xy かけると 2x マイナス 4y ですね。ですから、これ、上を、これ以降00なんですけど、上を2倍したら、マイナス2倍したら 2x マイナス 4y で、ですから、マイナス x プラス 2y イコール0ですから、x イコール 2y ですね。ですから、この解は xy イコール、x を消しましょうか。2yy で、y で21で、こういうベクトルは0ないっていうんですが、この y が消えないのがその必要十分条件で、これが固有ベクトルですね。いいですか。それで、ラムダイコール6の時は、どうですか。xy6 倍 xy で、これ6i2 マイナス a の xy が0ベクトルと必要十分条件で、で、そうすると、6、このラムダ i2 マイナス a がここにあるから、6入れて42と2、2マイナス1か。ちょっと42と21か。ですから、42と21の xy が0でして、これは2x プラス y が0ですね。いいですか。ちょっと横に書いておくと、これが4x プラス 2y と、その 2x プラス y ですから、同じ一次式は、
動詞内知識を表しますね。だから、まあ、y を消すのがマイナス y、ちょっとマイナス 2x か。x の1マイナス2で、これが、こういうベクトルですね。なります。それで、まあ何でもいいですね。この場合は p イコールまあ21ですか。21でいいですね。 y イコール1の場合ですね。だから21、それから1マイナス2にしますか。1マイナス2、置くと AP は A の P1、A の P2 ですね。P1、P2 はだから2、1、1マイナス2ですね。それで、そうすると、そうすると、この2、1が P1 ですね。これ P1 です。そうすると、これどこから来たかというと、この AXY イコール XY ですから、P1 はこの XY に満たしますから、AP1 が P1 ですね。ですから、これは P1 と、それで AP2 はここにありますけど、1マイナス2、ここが P2 ですね。だから X が1の場合を今考えます。で、そうすると、どっか来たかというと、AXY イコール 6XY、解いてこれだったんだから、6倍の P2 は、あ、じゃない、A 倍の P2 は6倍の P2 ですね。だから6倍の P ですね。というわけでこれ P1、P2 に、1006をかけて、これは P 倍の1006ですね。となります。で、一般論から、一般論というのは、こう書いておくと、A が、まあ、もう M2K っていいですか。二次正方形列としましょう。それで、アルファベータも、K で、アルファノットベータにしましょうか。で、AP1 イコール、アルファ P1。で、P1 ノット0。まあ、こういうベクトルだと思う。で、AP2 イコール、ベータ P2 にしましょうか。P2 ノット0、そしたら、P1、P2 を並べた二次正方形列は正則になります。こういう一般論があるんで、があるので、この P 正則ですね。今決めた211マイナス2は正則ですね。となるので、どの式かというと AP イコール、P の1006に、左からの左ですね、P インバースをかけると、P インバース AP が1006になります。というわけです。